行、スライド番号の設置などについて説明していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、パワーポイントは前回作成しましたパワーポイントのデータを使っていきます。で、ご覧の通り、こちらのスライドですね、それぞれ、記事が白地で非常に質素だなと思うことがあると思うんですけれども、実際にこちらのスライドのデザインを変えていきます。で、どうやっていくのかと言いますと、アクションを起こすためにはこちらですね、こちらのデザインタブをクリックしまして、はい、そうしましたらこちらの、様々なデザインが出てくると思うんですけれども、こちらにマウスを持っていきますと、少ししましたらこういったようにプレビューのような形で、見ることができます。で、あ、これいいなと思いましてクリックをしますと、実際にスライドにこのデザインが反映されて、反映をさせることができます。こういった形で、それぞれデザインを決めていきます。で、この部分をクリックしましたら、見えていたものの他にも様々な、はい、スライドデザインが出てきますので、ここから、お好きな、スライドデザインを選んでください。で、クリックをします。はい、で、この状態でもちろん先、前の動画と同じようにですね、こちらの、文字の色を変えたり文字の大きさを変えたりすることも可能です。はい、で、またですね、スライドの番号の設置について説明していきたいと思います。で、こちらはですね、まあ、パワーポイントの発表時に、まあ、役に立つものとして考えていただければ幸いです。頭の片隅にでも入れていただければと思います。はい、で、スライド番号を設置するときにはどうすればいいのかということですけれども、こちらの挿入タブを押していただいて、はい、ちょうど右側ですね、テキストという部分のスライド番号をクリックしていただきます。そうしましたら、ヘッダーとフッダーという欄が出てくると思いますけれども、ここの、真ん中下あたり、スライド番号という部分があると思います。はい、右上にプレビューというものがあると思うんですけれども、実際にこのスライド番号をチェックすると分かりますでしょうか。この部分に、番号が反映されます。はい、で、全てに適用、スライド全てに適用という意味のボタンですね、こちらの適用ボタンをクリックします。そうしますと、はい、小さいですけれども、こちらの部分に、はい、スライド番号が反映されます。もちろん1番目のスライドには1と、はい、で、それぞれスライドを足していきますと、こういった形で、はい、こういった形で、順々に1、2、3、4と、順々にスライドを作っていくことができます。